いやでもすごい今回なぜか試合前からエモーショナルな感じになるっていうか、なぜか込み上げてくるっていう、なぜかまだ試合してないのに前回と違うっすね、感覚的には。まあ、そうだね、なんか前回と違うみたいな。お待たせしました、はい、337選手の方入場可能です。どうぞ。いや確かに自分の中です。おはようございます。お待たせしてこんな取られちゃってね、恥ずかしいですよね。勝てば何でもいいですけどね。さっきほども話に出てましたけど、賞金ボーナスがすごいですね。やばいですよね。でも目にくらんではないですね。正直やっぱベルトが一番欲しいんで、まずは絶対勝つことで、その結果ボーナスがあればいいですけど、ボーナスがあるから焦って戦おうとかはないですね。結果的に得られればいいっていう感じですね。頑張ります。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。おはようございます。あ、おはようございます。お願いします。お願いします。楽しみですね。今までで一番調子いいんで、こっちか。こっちですもん。体調の方は。あ、体調バッチシです。完璧です。昨日そうですね、お腹いっぱいまで食ったんですぐ寝ちゃいましたね。今までで一番調子いいんで本当楽しみですね。帰って遊びたいっす。もう1ヶ月も遊んでないから。何をして遊びたい？あ、もうお酒飲んで早くラウンジ行きたいっすね。可愛いこと飲みたい。今日のテーマ、はい、はもう私前回のライジンから自分の弱いところを分かってたんで、そこの練習を徹底的にやって、今までで一番強い自分が見せれるんで、まあ、でも総合格闘技だから、まあ、何やるか分かんないし、あ、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。反応上控えっす。何やるか分かんないと思うんですけど、全部出し切ります。ありがとうございます。選手は入らなくて相方は入らなくて、そうです。Thank you.
2選手の調子いかがですか。いやバッチリですね。怪我なくしっかり体重落として今も調子いいですね。本人もすごく調子いいっておっしゃってたんですけど、はいはい、そうですね。メンタル的にもいつもよりなんかリラックスしてて元気があっていいですね。2選手のブロックはやっぱりすごいですか。はい、すごいですね。取ったら多分マジで本当誰でも決めれるぐらいすごいですね。防ぎようがないです。はい、しゃありがとうございます。This fight is presented by Pachi Slow Kengan Ashura. In the blue corner, High Rollers Entertainment, Suguru Nii! And in the red corner, Para Extra Hachioji,自分からな。ラウンド1。さあ、ちょっと待って。そう、カムちゃんいいよ。その距離でいいからな。そうそう。いいよ、その距離でいいよ。入んな、振ってもいいからな。そう、それちゃんと振って振って。おい、しないで。カムちゃん、その後ジャブル作っていいからな。足もうちょい動かしていこうか。狙ってるね。カムちゃんいいぞ。相手突っ込んでくるからな。右か左かタイミング読んで、そこをバシンと合わせるよ。1分半経過、1分半経過。来るぞ、来てくれた、オッケー。カメちゃん、来てくれた。まだ、合わせるな。合わせそう、そう、取りました。はい、パターン変えてみよう。そうそう、また来るからな。カメちゃん、ジャンプ入るからな。そう、相手ブロックしかガードないからね。そう、カメちゃん、ちゃんと動かしながら、右から来るからな、相手来るぞ、突っ込んでくるぞ。来たら合わせるよ。来たら右、来たー、オッケー。飛ばしっかり切る。ナイスナイス。突き放せ、突き放せ。しっかり呼吸してね、しっかり呼吸してね。差し返そう、差し返そう。マジ差し返そう。体をまずいい位置に持っていこう。相手首投げに回してくるからな、そこだけそれでいいよ。首投げ読まれてるからね、でも行けそうだったら行っていいよ。場所考えて。いいよ、カメちゃん、それでいいよ。壁があると良くないから。差し込みすぎんだよ、左足。一回壁押し込んでもいい。ナイスーそうそこ一回そう、一回落ち着けそう、相手、そう、で、場所考えて、いい位置まで行こう、いい位置まで行こう、
立たせるなよ、立たせるなよ、それ今自分の時間だからな。カメちゃんちゃんと左閉まっとけよ。それ来るよ来るよ、いいよ、右手に行くべきよ。カメちゃん閉まっときな、左手だけ閉まっときな。いいよ、まずしっかり髪で押さえ込め、そう、左手閉め、カメちゃん左手閉め、左手来るから、左手来るから左手閉め、左手でいいよ、左手閉め、頭しっかりついて、そう、ナイスナイス、いいぞ、そう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 、そっからまだ腕も狙い、腕も狙い、腕も狙い、そう、殴っていい、殴りながら腕狙い、戻せ、そこ行け、殴れ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 、そうそう、殴れ、行け、狙い、すみません、あと30、カメちゃん行っていいよ、ジャブから来るぞ。ジャブでセット、そう。カメちゃんそれいいよ、明確に足動かしていこう。はい、それ予想通りね。それいいよ、ナイス。ちゃんと右、コンパクトに行け、カメちゃん。そう、カメちゃんコンパクトに行け。そう、相手突っ込んで、オッケーオッケー。カメちゃんコンパクトに、ガードガード。コーナーするよ。ガード切って、カメちゃんガード。そうガードガード。そうするよ。カメちゃん行っていいよ。ジャブから行っていいから、そう。相手が住んでるから行っていいよ、そう、相手も疲れてる、相手も疲れてる、出てね出てね、こうだこうだ、そう、そこ詰めろ詰めろ、タックル入り、壁を押し込め、壁を押し込め、そうそう、止まんな、それそれそれ、止まるな止まるな、やってきたぞそれ、ナイス、そう、おい、そう、今自分の時間、そう、そこで呼吸と止まりながら、そう、呼吸と止まりながら、そう、いけいけるいけるいThank you.
それでは第10代フェザー級キングオブパンクラシスト新井傑選手に皆様にご挨拶をいたします。どうも、第10代キングオブパンクラシストの新井傑です。いろんな人にありがとうなんですけど、やっぱり一番は僕、北海道の余市っていう田舎から出てきたんですけど、僕をこうやって伸び伸びと産んで育ててくれたお父さんお母さんが北海道から来てくれてるんで、本当産んで育ててくれてありがとうございました。ライジン出て負けてからいろいろ離れちゃった人もいて、それでも負けてもついてきてくれる仲間が信じてきてくれて、で今日こうやってたくさんの応援来てもらって、何回も心折れそうになったんですけど、諦めないで皆さんのおかげで戦うことができました。本当にありがとうございます。本当は勝ってもう今日からいっぱいお酒飲んで遊びたかったんですけど、こんな殴り合っちゃったら1週間ぐらいは飲めないかなと思って、そこだけがちょっと悲しいんですけど、僕はこのパンクラスがすごい硬派な団体で30周年ということで、それのメインにやらせてもらえたんですけど、そのパンクラスの中でも華のある選手になって、チャンピオンになったらこんなになれるんだって思われるようなチャンピオンになりたいんです。なのでこれからも華のある試合やれるように頑張っていくんで、皆さんよろしくお願いします。おっす。見事な勝利、第10代メザー級キングオブパンクラシスト新井傑選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。結構きつかったんだけど、はい、いやー、似合うんだな、倒せそうだったのね、うん、なんか思ったより相手が見てた、うん、見てた。本当はあれシングルも絶対切ないといけないのに、うん、いや、うん、もうしょうがない、ひでえ試合だな、今まで一番。パンチももういやー落とされたんだ、すいません、お願いします。いや、しょうがないよ、ちょっとすげえなー、分かって取られちゃうんだもんな、ごちゃごちゃしてるし、最後の本当あれだね、最後タックルだからすごくキレキレ曲がってるよ、意外とミークのタックルうまく割れしてて、いや、シングル、本当は切んないといけなかったのに、いや、でも向こうも多分相当覚悟を決めてきてるよ、ね、あんだけカムちゃんだけ言っちゃったから、いや、そう、うん、ベルト取りに来てたらさ、難しいけど、終わってるのに試合が負けるはずないって今でも言っちゃうんだよ、1ラウンド終わった時点で館長に大丈夫って言われて返事できなかったですね。疲れてたんですか。あー、ごめんなさい。いやいやいや、すごかった、想像以上。まだ続けててこんなことがあるのかな。まあ大丈夫です、全然、うん、どこが悪いとか言えない感じですもんね、どっちもすげえ気合い入った試合してたから難しい、ごめんな、はい、全然大丈夫です、来週頼むよ、はい、いや、いいよ、ごめんなさい、
またやろう。悔しい結果になっちゃいました。はい、もう2選手が強かったっていうことだと思います。はい、まあパンクラスのタイトルマッチにふさわしい試合なのかなっていう。まあまあそうですね。ただもう亀にとってはやっぱ結果出さないといけない試合だったと思うんで、また、はい、一からやります。本人と一緒にまた頑張ります。本日はパンクラス立川ステージガーデン大会ご来場誠にありがとうございました。よっしゃー、やったちゃんと動いてたもんね。めっちゃ折れてるほうが。あ、噛まない方がいいかも。最悪だ。酒はしばらく禁止ですね。おめでとうございます。俺も殴られてそんなに耐えれたから、はい、熱くなってるかなと思ったんですね。よかったな、そのな、芸は人を助けるだな。はい、ありがとうございます。よかったな。ありがとうございます。練習したまんま。レスリングもやってよかったっすね。はあ、これでしたね。うん、マジ予想通りだったね、はあ、動きが。あ、そういえばボクシングやってるから違う、耐えれちゃうの。グローブが熱くなってもいいです。俺が戻って何回も本当にもう無理だと思ったもん。でも1ラウンド目3人とも取ってました。1ラウンド目1ラウンド目で決めきれなかったのがちょっと、うん、最初僕最後の印象あったんでどうなるんだろうと思うんですけど、うん、そうフラフラするな。お酒絶対ダメね。もちろんす、うん、おっす、あだっす。どうでした試合は。いやこう、まあ、何回も本当に諦めちゃうところでした。よかった。鼻が痛いです。何回も諦めそうになったんです。いや本当に記憶飛び飛びなんで、ただなんかみんなの応援でやっぱりダメだと思っていきました。はい、めっちゃ聞こえたっす。もう誰の声か知らないですけど応援聞こえました。そうそう、怪我したからやった。チャンピオン、ちょっとみんなに見せてきます。これだけでいいです。タオルもあるさ。うん、これだけでいい。すげえなぁ。終わった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。素晴らしい試合でした。お疲れ様でした。ごめんなさい。ありがとうございます。また頑張って。はい、頑張ります。ありがとうございます。あ、すいません。写真撮ってもいいですか。すいません。すげえ、ありがとうございます。じゃあみんなで撮ろう。おめでとう。これが TikTok 王子インフルエンサーファイター。これが TikTok だじゃん。あ、この選手は全然違う。全然違う、全然違う。ありがとうございました。あ、ありがとうございました。なんかちょっとマジで死にかけました。ありがとうございます。ありがとうございます。またちょっと待ってね。勝負してください。こちらこそ。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございました。本当にありがとう。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい試合でしたね。本当に心臓が止まるかと思いました。でも勝ってベルト取ってよかったです。もう本当、ね、みんなで掴んだ勝利なんで
すごくすごく嬉しいです。やばいっていうのがもう何回もあった上で奮い立たせてやってきたことを、みんなでやってきたことを出す、そう、一人じゃなくてもみんなで掴んだ勝利、本当嬉しいです。そう、おめでとうございます。ありがとうございます。今の気分はいかがでしょうか。最高です、最高です。割と早い試合だったんですけど、はい、なんか危ないなと思ったことってありますか。いや、本当は1ラウンド目 の、 あの投げた時に絶対決めれると思ったんですけど、ちょっと苦手なことをやられちゃって対応するのが失敗しちゃって逃げられちゃったんで、本当はあれで決めたかったですね。あそこがちょっと対応と、本当は1ラウンドで決めれたって。傷があったり鼻血が出たりしてたみたいですけど、亀井選手の打撃いかがでした。いや、もう何回も心折れかけたんですけど、やっぱみんなの声でダメだダメだと思って行きました。応援すごかったです。良かったです。嬉しい。じゃあこれからどんなチャンピオンになっていきたいか。これからもう派手なチャンピオン、もう遊びまくってもチャンピオンになれるんだ、パンクラスのチャンピオンってこんな派手なことできるんだっていう、ね、チャンピオンになりたいです。パンクラスが好きな団体っておっしゃってたんですけど、どういうところが。あの、実力派主義で、なんかそのエンターテインメント性がそんなにがっつりエンターテインメントしてないところが、そこであえて僕がエンターテイナーとしていきたいなと思ってたんで、本当にその実力派主義っていうのがかっこよくて好きでした、昔から。じゃあこれからかっこいいチャンピオンになってください。やります。ありがとうございました。おっす。佐藤さん、これ。いやー、すごい一本でした。いや、本当に良かったです、マジで。亀井選手、強かったな。強かったっす、マジで。去年の復帰戦からちょうど1年で、これが抜けると思う。僕、後輩のセキュリティがみんなベルト取ってったんですよ。阿部大地とか、武田浩二とか。僕はいつもそれ見てるだけだったから、やっとみんなに追いつけた。